じゃあ次も味噌で来月やりますんで、そうですね、よろしくお願いします。西成の淡路屋へおやす。どうもミスター京都アッキーです。はい、本日は、11月に開催されます第4回淡路屋さんとアッキーの、コラボ企画男のラーメン祭りの、ご案内をさせていただきたいと思います。先ほどねアップさせていただいたこのスープ、これが淡路屋マスターの作った、味噌ラーメンのスープです。むちゃくちゃうまいです。このね特有な味噌の香りと、ほのかな甘み、これに極太チャーシューが加わって非常に美味しいラーメンです。先月もね50食、マスター準備したんですけども、結局53食売れまして、後から来られた30名様ぐらいですね、売り切れて食べていただけなかったという非常に美味しいラーメン、それをまた11月にさせていただきます。お日にちがですね11月4日の日曜日、はい、2連休の最終日になるんですけども、11月4日の日曜日に予定通り開催させていただきます。時間がですね、これも、いつもと同じで14時スタート、午後14時ですね、はい、にスタートさせていただきます。で、来月も先月に引き続き味噌ラーメンです。予定としては再来月からまたラーメンの種類が変わります。これはまたおいおいマスターと相談 しながら、決めていきたいと思います。ということで、11月4日日曜日14時から男のラーメン激うま味噌ラーメンを開催させていただきますので、ぜひお越しいただきたいと思います。それでは当日よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日はおつまみにブロッコリーを。うまい。ありがとうございました。行列ですね。やばいですね。もう今10分経過ぐらいで、2時10分経過ぐらいで、動画撮ってるんですけど、この人数です。やばいですね。やばいですね。またこっちも、最後気持ち盛りや。おお、いいね。ラスト。